はい、どうも皆さん、こんにちは。まるちゃんです。でね、今回なんですけども、今回ですね、まあね、クリスマスシーズンということで、まあ、今回ね、IC グラップラーもね、強いと弱いの中間だけど、どっちかといったら弱いっていうね、グラップラー、まあ、移動アイテムがね、返ってきてるんですけども、まあ、今回ね、それを使っていこうかなと。まあ、確かね、ここから確定は来すんだよね。ね、別になんか、そこまで出にくいわけじゃないんだけど、クリスマスシーズンだから、ポンポン出るっちゃ出るんやけど、確かね、これとかからは確定で出たりとかした気するんで、ちょっと今回この列車をね、開けに来やした。本当はね、戦えないから、まああれなんやけど、IC グラップラー移動はね、くっそ早いんで、まあいいかなっていう。まあ、移動に関してはマジでトップレベルで早いんで、まあ移動は任せていいかな。でね、IC グラップラーの弱点なんだけど、なんかね、ツルツル滑っちゃうからさ、なんか落下ダメージよう食らってたんやけど、だね、ちょっと前から、グラップラー、高いところからね、落下ダメージ無効で降りられるようになってるんで、まあ、それもね、まあ、でかいかなと。ちょ、降りるか。待って、フレンズ用途だけ持ってくる。誰誰、やめて。よし。早速使うか、おい。おい、おい、おい、あーれー、おい、よし、おい、おい、あ、オッケー。まあね、建築すると思うよ、こうやってね、移動して、じゃあ、おいって、おいって階段立てるとね、こうやって止まっちゃってね、後ろ滑っちゃうんで、あね、できるだけもうこうやって移動したらね、もうね、あ、ミスった。移動したらね、こうやって、床置いて、壁置いて、みたいなね。一回ストップかけましょうね。はい。ツルツル滑っちゃうんで。ストップさえかけちゃえば、まあね、なんとかなるんで、足凍ってても。まあ、一旦ストップかけましょう。やっぱね、ブレーキ踏むことが大事。うん。やっぱりね、突っ込んでもね、ボコボコにされるんで、ツルツル滑りすぎてね、戦いに支障を来すっていうね、ちょっとね、ちょっとだいぶまずい。まずいんやけど、まあね、ブレーキさえかけてね、止まっちゃえばまあ、なんとかなるということで。おう、ハロー。あげ。まあね、難しいんよな、このアイテムね。よし、フローベリーと、IC グラッパーを組み合わせて、超高速移動ということで。おい、あ、来た。おい。じゃちょっとね、ここのボス倒しに行くか。おい。ぶっちゃけ今ね、ショックウェーブもあるし、グラップルブレードもあるんで、まあ、移動に対して困らないっていう。まあね、ちょっとね、デメリットの方が大きいかなみたいなところはある。よし、ありがとう、削ってくれて。あとは楽に君を倒せるよ、ボス。ほい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 。これでね、まあ、さっきのね、人が、まあ、削ってくれたんで、まあ、戦いやすかったね。あ、だいぶ削れたわ、余裕で。うん。よし、じゃあ、地下のね、金庫を開けに行きましょう。あー、でも、ハンマーポンプ別に、あれだからええか。ハンマーポンプ別にスコープついてないんで、外していこうと思ったけど。まあ、そもそもついてなかったっていうことで、バウンティーしよう。あ、ちなみにさ、ちょっと遅いんだけどさ、歩き方ちょっと変わってるよね、これね。あ、ちょっと違う。足凍ってるから、今。足凍ってるから、今。もう。これなんかちょっと、歩き方、なんか前に寄せてるよね。多少。全然ちょっと違う、違うっちゃ違うんだけど。なんか歩き方ちょっと寄せてあるんで、まあいいかなと思う。まあこの歩き方ならね、多少は、まあいいや。完璧に元に戻ったわけじゃないけど。まあ多少な、なんか寄せてあるんで、全然良きということで、ね。まあ、こっちにバウンティーいるんで、まあ、先に倒しちゃいましょう。はい、ちょっと。もう、あ、ごめん。ごめん。あ、ごめん。爆発。あ、やばい。あ、あ、やばい。あ、あ、やばい。あ、あ。ごめん。それはごめん。ちょっとなんか、撃ったら当たっちゃったよね。ガスカに。ちょ、申し訳ね。ごめんよ。爆発巻き込んじゃって。熱かったな。ごめんよ。申し訳ねえ気持ちでいっぱいいっぱいですわ。あ、おるおる。ほいっ。おーい。ほいっ。ほいっ。
ブレーキブレーキブレーキ、あ、ブレーキが下手。ブレーキ下手。やばいやばいやばい。アクセルとブレーキ間違えてる感じ。はい、強すぎ。この武器強すぎ。あー、もうこの武器マジで強いな。よし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 。ね、ブレーキ、ちょっと大変やわ。ちょ、アクセルとブレーキまだ間違えちゃうね。てか、こいつが勝手にアクセル踏んでんだけどね、通りやから。ふざけとるよな。おう。なのな。届け。よし。あ、やばい、こいつ。いや、別に来たんだけど。バイバーイ。バイバーイ。おい。ほい。じゃあね。やめて。こっち。やっぱこっち。やっぱこっち行こうかな。やっぱこっち行こう。あ、ごめん。うん、こっち行こう。あ、やっぱこっち行こう。気変わった。うん、ごめん。こっち行こう。バイバイ。よしよしよし。翻弄されてますわ。彼は俺に翻弄されてます。はい、逃げ切れます。余裕ですね。もう翻弄もできて、もう逃げ切れると。最高のアイテムですな、これ。よいしょ。足凍らない。ほい。いやー、移動アイテム最強格だよね。バイーン。抜いた？まずい。おっ。一回ブレーキ、一回ブレーキ。よし。いや、やってるよ。上がってこいよ。逃げんなよ、お前。いつも逃げられるからな、いいところで。やりきれない、俺が悪いんだけど。あ、リセットが下手くそっていうね。ほら、逃げるやん。あかんよ、お前。背中見したらね。うん、そら、背中見したらバチバチ行かれるよ。うん、かわいそうに。よし。ありがとう、物資くれて。おー、木材200か。まあまあやな。よし、じゃあ移動していこう。ぶっちゃけちょっとね、戦いに支障をきたすんでね、ちょっと非常に難しいということで、おーよし。オッケー。あとはね、俺入れなかったら、二人やね。あ、二人じゃない、三人やね。また勝ちましょう。ここまで来たら勝ちましょう。よし、IC グラップじゃん。君の出番や。おーよし、落下ダメージが怖くねえぜ。IC グラップラー使ってて落下ダメージを恐れなくていいの。マジでありがてえ。よし。グラップラーのアップデートには感謝だ。こっちから落としたね。ボーン、ボーン。はい、ブレーキ。ついでに相手に屋根かけやってよ。ほい、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 ほい。よし。あそこ危ないんちゃう。ああ、危ないんちゃう、お前そこ。立てられへんのじゃん。危なかったな、お前。よかったな。ギリギリセーフ。さあ、ラスト1人 IC グラップラーで決めちゃうよ。そっちにいるの見えてたから。おいおい、何それ。おいおい、うん、おい、あ、ちょっとテイクワン。よし、絶対に、絶対に IC グラップラーでここから滑り降ります。滑り降りてからのヌーン。よーし、ビッグロイということでね。まあ、君がビグロイしたい、うん、ダメーって感じ、ね、ありがたいですわ、IC グラップラー。移動は楽ちんです。ただね、まあ、何回も言うけど、もう何回も言うけど、マジで戦闘が邪魔すぎる。もうね、戦闘にはマジでいらない仕様。なんかちょっと長い気するけどね、足の氷が。3秒ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。ということでね、皆さんもね、IC グラップラー、まあね、期間限定だと思うので、ね、クリスマスシーズンだけだと思うので、皆さんもね、あるうちに使ってみてください。ということで、ね、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、まずよろしく。おいしょ。バイバイ。